月輪寺は、山口県山口市徳寺上村グラバにある寺院。文治5年、長元が、大政大臣、藤原金山への協力を得て建立したものと伝えられ、山口県内で最古の木造建造物。薬師堂内には、薬師如来をはじめた数の仏像が安置されており、国の重要文化財の指定を受けている。毎年5月5日が、薬師大縁日。 上徳寺村章の串村に、聖徳太子の作と言われる観音を本尊とした、清涼寺という寺があったが、維持するものがなく、朽ち果てたため、寺にあった、観音菩薩像と十二神章像のみ上徳寺の上村に移されたが、それもまた打ち捨てられたままに朽ちていた。十二世紀に、消失した東大寺の再建用材の調達のために、当地を訪れた長元がこれを聞きつけ、 この地に移し新たに本堂を建立し、当地の特分であり、助力者だった九条圏、実の二つ名である、月林関白、月林殿にちなんで、月林寺と名付けた。薬師堂当時のまま現存しているのは、観音堂のみだが、神名を使わず、斧、金のみで削ったと思われる、珍しい建造物である。また、銅の柱という柱に、無数の呪い釘の跡が残されている。 創建当時は、正面三件、側面二件であったものを、文字年間の移築の際に古建島に改めたと見られる。道の内部には、20年に一度開帳される秘仏、薬師如来座像のほか、聖刊の音母殺立像、四天王像が収められている。ありがとうございます。